シェルパ斎藤こと斎藤正樹は日本の旅行作家バックパッカー。学生時代に様子校を単独で下ったことをきっかけにフリーランスのライターとなる。シェルパというペンネームは斎藤がネパールを旅したことと読者を歩く旅に誘うことに由来する。1990年以降 BE、パル、レトリバー、ピークス、夢の丸太小屋に暮らす。 フィールドライフなどアウトドア雑誌を中心に気候エッセイを長期連載している。1995年に八ヶ岳三六に移住、犬ズレバックパッカーの元祖にして第一人者と自称している。バックパッキング以外にも自転車、オートバイ、ヒッチハイク、幸運機などを用いた旅を30年以上継続している。日本縦断連盟の会長。 1998年1月1日 ISBN978 から40億9411万121998年4月1日 ISBN978 から40億9411万29998年8月1日 ISBN978 から40億9411万,94万3 6 9 9 8 年12月1日 ISBN978 から40億9411万43999年8月1日 ISBN978 から40億9411万 50? ありがとうございます。